私は呪われています。父は原因不明の自殺を遂げ、母は発狂して病院で亡くなりました。私は恐ろしい、本当に恐ろしい。夜になるのが恐ろしくて仕方がないのです。私は見たのです、誰も信じてくれない事実。ミルク色の霧が夢のように流れている場合、